株いじり、ふみえちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。あら、風？いや、全然風邪じゃないですよ。昨日ね、私ダイビング行ってきたんですよ。あら、千葉県の館山市まで潜りに行ったんですけど、あのグランブルー、グランビルブルー、うん、グランブルーですよね。グランブルーの主人公があそこに滞在してたらしいんですけど、それの師匠だと言われる人のショップに行って、 そこで潜ったんですけどね。私、あのみんなで午前中から行ったんですよ。朝4時起きとかで行って、8時半頃向こう着いて、でみんな午前中潜るじゃないですか。私株があったから9時3時ずっとそこのショップで株見てって。最悪だよ。最悪でしょ。最悪だよ。で後半午後からもう一本潜るっていうのが3時半からだったんで、それに潜ったんですけど、もうほら昨日天気悪かったし、なんかね、海の中暗くて怖かった。だから朝に行けってことなんだよ。だから朝行ったんだってば、ちゃんと、ねえ、うん、お前セックスの最中も株の話するの？うん。今日は何ですか？今日はこちらです。企業合併買収、次の狙い目はどこなのということで、はい、まあ、TOB だったり、MBO、 これあの経営による買収のことを言うんですけども、はあ、だったり株式交換だったり全て含めてなんですけども、まあ、連日、有名企業の合併とか買収がすごく、相次いでると思うんですね、うん、で最近だけでも、まあ、日清と明星とか、うん、それから青木ふたたとかですね、キリンとメルシャンなど、まあ、名前を挙げれば、まあ、キリがないんですけども、うん、あのそこで今夜はですね、次に合併買収しそうな、まあ、業種というか企業というかをちょっとご紹介したいなと思います、うん、でまずですね、どんな企業が今後 M&A をされそうなのかということで条件があるんですけども、うんうん、まず成長力の鈍化、うん、なんて言うんでしょう、まあ、安定はしているんだけども急激に成長していませんよみたいな企業、うん、それから豊富な金融資産、うん、あのまあ、これは土地なんかですよね、うん、ビルだったりとか、うん、それから高い技術力、それから非効率的な経営ということで、まあ、これが一つのポイントになるんですけども、はあはあ、まあ、簡単に言っちゃえばこんな企業を持ち合わせてるのを探せばいいんですけども、うん、真っ先に挙げられるのはですね、まず内需関連の株ですね、うん、食品、飲料、百貨店、スーパー、コンビニ、うん、ドラッグストア、うん、家電量販店、鉄道なんかですよね、うん、あの成熟市場で他社を買収しなければ大きくなれないみたいな企業ですよね、うんうん、でそれからもう一つですね、ポイントがあるのが、うん、なんでこんなにその合併が相次いでるかっていうと、参画、うん、合併というのが来年にも施行されるんですよ、うんうん、で簡単に言っちゃうと、外資が日本に子会社を、まあ、外資の会社が日本に子会社を作って、うん、結局その外資の大きな企業の株式を元に株式、うん、買収したいところの株式と交換をして企業を合併できちゃう、買収できてしまうっていう制度が、まあ、参画合併ってちょっと分かりにくいと思うんですけども、うん、まあ、簡単に言っちゃうと、うん、外資が日本企業を買いやすくなっちゃうんですね、それによって、うんうん、だから今のうちに合併とか再編をして、うん、企業の母体を大きくしておこう、しっかりとしたものを作っておこうっていうのが今の流れなんですよね、うんうんうん、で、まあ、実際じゃあその中でもですね、私がじゃあ何に注目しているのかっていうと、うん、まあ、今言ったような業種もそうなんですけども、鉄道がすごくいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、あの、まあ、安定してまあ、今上場企業で18社ぐらいあるんですけども、うん、まあ、安定した、まあ、収入のもと、うん、今じゃあいきなり、まあ、特に私鉄なんですけども、うん、路線を開拓しようと思ってもインフラ整備ってできないじゃないですか、うんうんうん、買収するか合併するかなわけですよね、うんうん、その中でまだまだその、即戦力としては弱いような企業でも上場しているような企業なんていうのは、多分ここから再編が続いていくんじゃないかななんて思ってるんですよね、うん、で他にもですね、まあ、最近そのちょっとおかしな買収が結構相次いでるんですけども、うんうん、例えば明星食品の時なんかに垣間見れたんですけど、アメリカのそのファンドの動き、投資ファンドの動きですよね、うん、あえて敵対的買収を仕掛けて、うん、日清が行っているのはさらに高いその TOB 価格ですか、価値を上げて、うん、どっかが買収してくれるんじゃないかという狙いで、うん、結局はぐるっと回ってお金稼ぎみたいな、その買収劇みたいなのを繰り返してるんですけども、うんうん、ってことはじゃあその企業、まあ、スティールパートナーズでしたけども、うん、スティールパートナーズが持っているような企業って何なんだろうっていうことですよね、うんうん、今後結局は買収劇をさせて、うん、儲けようと思っている企業を持っているわけですから、うんうんうん、そういったところをこう持っておくと、うん、今後合併とか買収とかっていう騒ぎになって株価が上がる可能性はある。なるほどね、うん、こういったのはね、あのネットとかで、まあ、ちょっと今日見てきたんですけども、うん、現在スティールパートナーズが保有している株式っていうのが、うん、まずアデランス、うん、札幌、それからグリコ、ほう、ブルドックソース、うん、シチズン、うん、ハウス食品、うん、キッコーマン、うんですね。まあ、考えただけでもなんかこのさっき言った4つの条件とかになんか当てはまりそうな、なるほど感じの、といえば感じなんですけども、うん、
絶対的にここがじゃあこれから M&A しますよとか買収しますよってことではないんだけども、うんうんうん、保有株をちょっとチェックしてるだけでも、うん、なんか一つのヒントになるんじゃないかなと。なるほどね、うん、わかりました、まあ、ダイビング行っても株は見る。そうなんですよね。じゃあ何の時は見ないの？じゃあ何の時は見ないのよ。これの時は見ないねみたいな。あ、ない。例えば取材中とかでも、うん、立ち会い中にね、取材中とか写真撮影中でも横にパソコン置いて。デート中は？デート中も携帯で見てる。最悪だよお前それよっぽどの人じゃないと無理だよそれ。まあ ね、いやほら一応仕事としてるから見なきゃいけないなっていうことですよ、まあね、はい、はい、という文江ちゃんでございました。ありがとうございました。